小幡町は、かつて、三重県渡来郡にあった町、南西地域に含まれる、伊勢三宮街道の最後の宿場として栄えた。商工能のバランスが取れており、合併直前、県下では5番目の人口密度で、人口も毎年微増していた。2005年11月1日に、伊勢市、二見町、三園の村と合併して新たに、伊勢市となり、自治体としてのおばた町は廃止された。 伊勢平野の南部に位置する。宮川下流の西岸に位置するが、海には面していない。町の西端部に標高40メートル前後の丘陵地がわずかに存在するが、ほとんどは標高20メートル未満の平地である。2005年の市町村合併前に隣接していた自治体尾形町域での出来事が歴史に登場するのは797年の 利休院創設の頃であるが、室町時代末期には廃墟となっている。現在の集落の元が形成されたのは、1588年のガモウ里による伊勢山宮街道の大改修に前後して、街道筋の町が整備された頃である。廃藩地県以前の尾端村は、奇襲藩領と鳥羽藩領に分かれていた。渡来県発足後に一つの行政区となるが、村の行政は、 元奇襲半領と元鳥羽半領に分かれたまま差配されていた。この影響は小畑町成立後の昭和4年まで続いた。現在運行中の路線廃止路線1970年代より以前小畑町には大技がなく小技のみが存在していた。また土地地盤については町全域の投資番号であった。町内の自治活動は1958年4月1日に 小ば町全域で発足した自治会による区割単位で行うのが一般的である。ただし、土地地盤の振り方については何かと不都合が多かったため、1980年代前後に地籍調査を実施、境界線の曖昧な小技を廃止し、数区の自治区を組み合わせることにより、新しく7区の大技を設定、土地地盤を大技ごとに振り直した。2005年の新、 伊勢市の発足に伴い、核大技は、小幡町を冠して、伊勢市の町名となった。核大技の概要を以下に示す。外部リンク、自治区割りマップなお、人口は2008年10月1日現在。ありがとうございます。